田沢さんが前言ったの合ってるよ。俺親父を殺したんだ。君の夢は一生普通に暮らすことなんでしょ。モグラのようにひっそりと暮らすんだって。俺はここでのんびりボートを貸して、大きな幸福もないけど、きっと大きな災いもない。俺はそれで大満足なんです。その口の利き方なんだこれ。母親に向かってその言い方はなんだ。仕事行ってくるから留守番よろしくね。逃げやがったよ。君のお父さん、私の会社からお金借りたんだ。歯に捨てられて学校行けなくなって、もう普通じゃないよ。お前がいらねえんだよ。あ、ちげえ。おめえで何とかしろよ。しぶとく生きてんなお前。本当に俺お前いらねえんだよ。どうせならこんなゴミ以下の命でも立派に使ってみたいと思う。お前には腐るほど道があるのに勝手に自分を追い込んだ。親に捨てられた友達のためにね。あの子に未来を託したいんだ。その悪党探しはいつまで続くの？その後はどうするつもり？全然考えてなかった。自分で決めたルールでがんじがらめになってるだけだよ。想像を裏切る未体験の感動があなたの胸に突き刺さる。俺の未来は誰にも変えらんねえんだ。立派な大人になるんだ。秘密。